かりやすく言うとこうボールをキャッチしに行くような形、いいバランスのままボールの後ろに入っていくような感じのイメージ。まあ悪い例の特徴としてこうやって引いてしまってここで取ってしまう。グリップは、基本的にコンチネンタルですね。で、コンチネンタルで、分かりやすく言うとこうボールをキャッチしに行くような形、こういうようなイメージで、できるだけ今見てていただいて分かると思うんですけど、ラケットのセットはもうすごい速くしておいて、速くいいバランスのままボールの後ろに入っていくような感じのイメージで打ってます。フォロースルーが、まあ、インパクト行くまでにこうなんとなくフォワードスイングが長く見えるんですけど、インパクトしてから送り出してるっていう風な感じのイメージで持ってます。はい、一瞬こういう風にやってるように見えるんですけど、そこの部分のところ注意していただけると、合わせておいてから送り出してる、合わせて送り出してるっていう感じがポイントだと思います。はい、ごめんなさい。ちょっと。イメージを作るためにも準備を早くするっていうところを注意していただければと思います。はい。僕は、大体このぐらいですね。ここでいいですか？これ横から見ないと分かりづらい。このぐらいかな？こういう、どうしてもこうやって、まあ、悪い例の特徴としてこうやって引いてしまってここで取ってしまう、引き込んでしまう。これはまあここで取るようなイメージを持っていて、例えばあもう時間がないと思ってこういうふうに対応するのはこのぐらいの幅がある感じっていうのはありだと思います。例えばまあこうなってしまう。ですけど最初からこういうふうになってしまう、自分の視界からこうラケットが消えるような感じっていうのは引きすぎで、イメージとしてはこういうふうにある程度この体の前に手は引いてない、ローテーションについてきてる、この感じのイメージから前に送り出してるようなイメージですね。はい、で次ボレーですね。はい、これ改めて見て思ったんですけど、ほとんどラケットは動かないですよね、はい、こうやって見てるとあんまり引いてないと思いますね。はい、前に少しだけ押し出すぐらいですかね。はい、はい、でやっぱり細かく足は動いてっていう感じですよね。はい、ボレーのラリーをしているとこう必然的に体の近くに来るボールも多いんですけど、はい、その辺のさばき方もぜひ見ていただきたいですね。これまあ早くフォアかバックかっていうふうに決めて、ある程度ステップを使ってボディ気味に来た時に、ね、かわし気味で打つ場合っていうのもありますので、はい、まあ見てるとフォアとバック両方で打ってらっしゃいますよね。正面に来てもなんかこう、はい、
ラケットのセットのタイミングが早ければ早いほど結構余裕が出てくると思うんで、うん、でまあ打ち終わった後のラケットのセットもこう自然に早く体の前にある状態をずっと保つっていうところです、うんうん、あとボールを掴みに行くような手首の形をちょっと意識しましょうっていう話がありましたね。はい、ちょっと手首をコックしているような感じの形を作る方が、はい、あのラケット面がオープンになりすぎずにこう、うんうん、ボールの軌道をちょっとこう低くコントロールすることができる感じで、うん、そうですね、この何でしょう、手首の形っていうんですかね、はい、これは結構意識するとすごく変わるなと思うんですけどね。はい、うん、そんなに難しくないと思うんですけどね、うん、はい、まさにボールをこうキャッチに行くような形、はい、でそんなに力入んなくてもいいかなっていう、はい、でこれ悪い例ですけど、はい、うん、ちょっとやっぱ準備がゆったりですよね、ボールに合わせてこう、はい、まあこれあの佐藤プロなんで遅くてもこう合っちゃうっていうのはあると思うんですけどすいません、なんかあんまり上手くなくて、あとこうギュッてこう、なんていうんですか、上半身でこう力を出そうとしてる感じは、はい、ありましたね、はい、そうですね、あのそのコックの手首の形の時にコックを作ると結構全体的に腕に力が入りやすくなると思うんですけど、はいはい、そのコックの時にもそんなに力が入ってない状況っていうのが作れると、うんうん、そのタッチの感覚が良くなってきますね、はい、で今こう横から見てるとちょっとこうラケット、まあ、離し気味というかしっかり、はい、あの空間を作ってるような今印象が見えます、ね、できるだけそういう肘を体の前に置いてるような感じで余裕を持たせるような感じにしておけば、うんうん、少しこうまあ、時間がなくてボールを引き寄せてしまったような感じの時にも肘の位置を調整すればちょっとクッションみたいにもなりますし、はい、時間を作るような状況を作れますね、うんうんうん、いやこれすごくあの私も聞いててあの遊びを作るっていうんですかね、はい、あのクッションの状態を作るっていうのはすごくあの勉強になりました。この余裕があると余計にこう押し出すような感じの動きにつながりやすいんですよ。そうですよね。で、多分柔らかいタッチで前に落とすこともできて、はい。うん。なのでこうバシッと点で合わせるっていうよりも、ちょっとこう、はい、線でこうふわっとこうやっぱり合わせる感じが、まあ今このもう一回デモンストレーションになってすごくわかるんですけど、はい。ボールの軌道の延長線上に早くラケットをセットするっていうところはもう本当に、うん、特にこう気をつけていただいて、はい、今これ本当にボールが画面に入ってくる前から軌道の延長線上にセットしているのがよくわかると思います。あとスプリットステップもそんなに大きくなくていいんですね、やっぱりボレーボールだと、はい、はい、そんなに、うん、もう少しこうしっかりしっかりこう思いっきり動いていくような感じになった時に少しこう、はい、スプリットステップも強調されてくるとは思うんですけども、うんうんうん、まあ、まだこれウォーミングアップの延長みたいな感じなので、うん、はい、でもそんなにそこまで、そうですね、でも一生懸命一生懸命っていうような感じよりも、はい、ある程度そのペースに合わせた、うん、あの対応ができてればそれほどきっちりスプリットステップしなくちゃいけないっていう風な考えじゃなくてもいいと思いますね、うん、そうですね、あの、はい、結構真面目な方ほどきっちりやろうとして高く飛んじゃってこう、はい、なんて言うんでしょう、ちょっと遅れてしまうっていうのも、はい、ボレボレでありがちかなと思うので、はい、うん、逆にこうその膝を柔らかく使うことによってこう少し肩の力が抜けて自然に動けるような感じっていうところにつながる
流ればいいですよね。はい、うん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 。そうですね。うん、まあ、あと本当にあの相手のラケット面を見て、まあ、ある程度こうボールがこういう角度で飛んでくるなっていうのは多分予測していくっていうのも結構大事かなと思いますね。はい、うん、見えてる情報からやっぱり予測をしっかりしていくっていうところですね。あのこれデモンストレーション私がラリーさせてもらったんですけど、やっぱりすごくこう見られてる感があるんですよ、佐藤さんとやってると。だからこっちがこう面を作るともうなんか反応されてそうな感じがあって。あ、そうですか。うん、ただそれってやっぱりあの見えてる情報、やっぱり低いところから上に行くし、高いところから低く来るしみたいなのが、多分皆さんも意識するだけでだいぶ変わるんじゃないかなと思いました、ね。そうですね、うん、はい、それはありますね。で、あとはおっしゃったようにラケットセットを早くして、はい、なんていうでしょう、軌道を安定させるっていうんですかね、うんうん、それがすごく大事なのかなって思いました、ボレーボレーでも。はい、まあ、目線がこう上下しないような感じでっていうところもポイントですね、はい、うん、まあ、ペースが変わった時にどうしてもこうあの重心を動かしてこう取りに行ってしまうとっさの感じでそういう動きになりがちなんですけども、はい、うん、早めにこう目線を合わせてこの重心を一定の位置に保って、うん、はい、っていうところはポイントですね。そうですね。で、なんかこう山なりのポワンポワンじゃなくて、ある程度こうテンポもいいんだけど軌道も安定してみたいな、はいはい、ところを、まあ、ぜひ皆さんもあの参考にしていただきながら練習していただきたいですね。はい、うん、基本的にもう、こう、セットした感じのところに、こう、まあ、フットワークで、こう、合わせていくっていう考えを持っていただきたい。うん、